はい、山田でございます。メンズエステについてお話しさせていただいておりますが、もうメンズエステの話はし、あ、もうちょっとあの しないかもしれません。いよいよ、ラスト9回目、91回目といいますか、あと9回更新すればクリアっていう感じになってまいりました。さあ、いよいよ、佳境に入ってまいりましたけれども、今、夜の9時8分、3時間の間に9本っていうのはね、だいぶ難しいんですね。で、もう、ちょっと最後まで諦めませんけれども、ちょっと過去の没作品を上げていこうと思ってます。ちょっとね、質は下がりますけれども、まあ目標達成のためには、やむを得ないかなっていうところですけど、9本は上げられないから、もう今日5個上げてるので、ちょっとそれ YouTube 側もそんないっぱい上げちゃったらいけない雰囲気もあるので、どうなんでしょうかというところで、ございます。いよいよ31日、もうあと数時間で来年が来るということで、本当に、ありがとうございました。まあ仕事のね、関連の、まあ、セラピストさんやお客様、そして関係者の方々には本当に感謝しておりますし、こうやって楽しんでね、一生懸命、お仕事させていただけるというのは、周りの方々のがあってのことでございますので、決して自分一人でなんかできる仕事ではないですし、本当に、まあ、皆様に感謝しております。引き続きね、どこまで、いけるかは分かりませんけれども、この愛を与えるというね、お仕事を引き続き頑張って努力していきたいと思います。本当に、ありがとうございました。ということでね、忘年会にもちょっと顔出してきましたけれども、まあ、10人の、男友達10人なんですけど、子供3人いるやつがいてね、子供連れてきてて、次男坊がなかなかのやんちゃな子供で、僕ね、子供好きなので全然楽しめるんですが、ハゲーとかって言われてしまいました。まあ大人はね、気を使って、僕に面と向かってハゲとは言ってこないんですが、なかなかのやんちゃな、子供が、僕に向かってハゲと言ってきたことに関して、とてもショックを受けております。分かってますよっていう感じですかね。まあ今年は本当ね、髪の毛もすごく抜けて落ちて、白髪も増えて、まあだいぶちょっとね、身を削ってやったからなのか、ただの老化なのか分かりませんけれども、いやー、いよいよ、おっさん街道まっしぐらっていうところでございますでしょうか。まあでもね、おっさんだからといって、パワー込めて力を入れて仕事できないわけではないのでね、本当に、来年も身を削る覚悟で、やらせていただこうかと思っております。本当にこのメンズエステのお仕事ね、あ、 YouTube はね、これどうするかも考えますけども、まあでもこの、まあいいか悪いかわからないですけどね、何本当でもポンと聞いた音声がね、その方がたまたま聞いたことで、メンズエステに興味を持ってくださったらね、いいと思ってますので、特別それこれで何がどうとかっていうことではないんですけれども、本当にそういう可能性を広げるためにはね、たくさんの音声をアップするということが、一番の近道じゃないかなと。たまたまでもメンズエステと言って検索してくださっても、たまたまそのヒットしたのがこの音声で、何々どれどれということで聞いていただいた、女性がね、メンズエステの仕事をやってみようかしらって、少しでもなってくださったら、僕のこの話した会はあるなっていうのはありますので、ちょっとペースは落ちるかちょっと考えますけどね、2、3日考えようとは思いますけど、まあ、続けてもいいかな、無料だしね、この求人活動は無料ですので、続けてもいいかなと思っております。なのでね、まあ聞いてくださってる方いるとしたならば、メンズエステというお仕事、ぜひあなたがね、
輝けるお仕事だと思ってますので、知らないあなたに話してますけど、無責任に話してるつもりはなく、やっぱりねすごくやりがいのあるいい仕事だと思ってるし、時間の自由も聞くし稼げるし、そして市場はまだまだ伸びていくというあのメンズエステのねこの何流行りって言ったらちょっと 軽いんですけど軽く聞こえて嫌なんですけども、まだまだこれからあの流行っていく、その前段階のタイミングでございますので、あなたが、メンズエステの、業界を作ってくるあの行く、なんていうのかな第一人者になるというかね、そういうタイミングでございますのでこれからスタートする方が、もう本当にね、業界を支えていく作っていく、オーナーになってもいいんだよ、うん、あなた俺みたいなおじさんがねもう引退して、あなたがあなたの色で、お店を作っていくっていうのも僕は素晴らしいことだと思いますし大変だけどね店長職は大変よこのメンズエステまあ他のお店の店長職も全部大変だと思うけどね俺だけが大変とかメンズエステが大変っていうことはないんですけれども、それでもまあまああのやりがいのあるお仕事ですね経営側も含めてあそうか年末スペシャル企画っていうことでね経営側のについてというか店長としての話すことも考えてたんだもうちょっとそれ話すとね10回ぐらいは話せるんですよあーちゃーもう時間もないし失敗したな、明日やりますか明日やるか1月1日ちょっとねもうやることないのであの宇都宮に戻ろうとも思ってるんですけどねあの部屋の掃除したりし1月1日からしようかななんて思っているんですが、まあどんだけ仕事好きなんだよってでもねちょっと締め作業で一部終わってないとこがあってそれもねちょっと やらなきゃいけないので、ね、これからちょっとそっちを終わらせたいなって思ってるんですよなのであの音声活動はちょっとこれで最後にしてあとはもう没作品を 2,3 上げて終えようかななんて弱気なこと言ってますけど、もしかしたらギリギリで、300回、この全体に向けては100回、達成するかもしれないので、ちょっとね諦めてはいけないなと、こう言いながら自分を戒めて、おるところでございます、ではまあとにかくねどうなるかわかんないけどね、もうメンズエステの各お店本当ねそういう感じだと思いますようん、どれだけ店長が決まれるか、そしてどれだけセラピストさんが、まあ、前向きに、楽しんでお仕事できるかっていうのがね、そのお店、そしてセラピストさん人生にかかってると思います。やっぱり前向きに諦めずに、一歩一歩、癒しの提供をね、真剣に やっていくというのがもう大事だと思います。一日一日ね。その日一日癒せたかどうか、しっかり仕事できたかどうか、もうそれに、なんていうのかなそれに尽きると思いますので、私も、1月1日から、うん、また、31日もあと3時間ございますので、努力してまいりたいと思います、では本当にね今年1年音声活動は半年でしたけれども、まあ、気苦しいこととかも適当なこととかね、なんだよこいつっていうのもあったと思うんですよ。うん。これがね、SNS 活動、音声活動であることで、それは僕はあんまり、いいところじゃないと思ってるんです。この、一方的だからさ。一対一とか面と向かってたとさ、分かり合えたりすることもあるし、そういうつもりじゃないんだよってこともあるし、より、なんていうのかな、どちらかが間違ってた場合にね、あ、ごめん、間違ってたわってなりやすいんですよ。でも、この音声活動は、SNS もそうなんですけど、一方的じゃん？だからね、なんだよこいつって思っただけで終わるっていうね、本当はその方が間違ってたとしたら、いや、あなた間違ってんだから修正しようよって、そうじゃないんだよっていうのが言えたりするんだけどね、逆に僕が間違ってる場合も修正していただけないわけじゃないですか。間違ったままそのまま進むっていうね、もし、相対してたら、いや、山田君間違ってるよそこはって言ってもらえたりもするから、お互いにとっていいんですけどね、ちょっと一方的なので、
そこがちょっとまあ、こういう活動の、悪いところだとは思ってるんですけど、でも、気づいてほしいところもあるし、気づいてくださる方がいるかもしれないので、やっぱり喋り続けようかなとも思っておりますけれども、すいません、長々と、以上で終わりにいたします。ありがとうございました。